どうも天才ピアニストマスミです。竹内です。さあ今日はですね、はい、上沼恵美子さんのモノマネメイク講座、うん、しょということでですねやりましょう。あの前回この天才ピアニストの公式チャンネルに、うん、そのモノマネメイク、はい、そう上がってんのよ。ことあるんですけど、うん、上がってる上がってる。ちょっとその時はね、うんうんうん、ちょっとあの不意に撮影した感じだったので、うんうんうん、髪の毛がねあの決まってなかったんですよ、うん、そうヘアセットの部分は紹介できてなかったのよ。そう、ね、ゼロから完成までの、はい、やりましょう。これぜひ真似していただいて、うん、私ハロウィンとかね、うん、あの友達の誕生日サプライズとかでさ、いいですね。いいでしょ、ゲスト来てくれてますとか言って出て行ったらウケると思うのね。あの結婚式の二次会の余興とかどう？ちょうどいいのよ。だから4人ぐらいでこのメイクやって、うん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 、大阪ラプソディ歌ってみて。大阪でいいと思いますよ。それは大盛り上がりですよ。ぜひちょっと使えると思うので、はい、参考にしていただきたいと思います、はい、それではメイクスタート。スタート。まずですね、はいはい、こちら下地。あ、これが下地。 LB さんの、うん、こちらは、ライトオークルのミネラルファンデーションです、はい、これ結構色味白い感じの下地なのでなパッと顔全体が明るくなります。いろいろ使った結果 LB がいいと。そうですね。なるほど。でもう一番のこのメイクの中でのポイントは、うん、やっぱりベースの白い顔なの で、はい、そうですね、こちらの LB さんのファンデーションで、うん、こちらも一番色の明るいものを使ってます。はい、ごめんなさい、下見ます。見てください。これも一番明るいライトオークルやと思うんですけど、ちょっと書いてないな。ライトオークル。ライトオークル。うん。はい。こちらの。とにかく売り場で一番白いやつですよね。そう。多分ね、これ韓国のメイクで白いメイクって流行ってると思うんですけど、うん、それに使う用の一番明るいファンデーションなんですよ。これはだから売ってないお店も私結構見たことあるので、ドンキとかには売ってるイメージですね。そう、あのその辺の薬局にあんまり売ってなくって、ドンキホーテに売ってるので、うん、この LB シリーズはドンキで揃うから。そうね、はい、この辺ね、はいはい、それと次は眉毛。眉毛はちょっと釣り眉にするので、これは何もこだわりないです、うん、私はこのワンデータトゥーの茶色いやつがリキッドのが履きやすいので茶色がいいですね。これ使ってます。はい、はい、でアイラインは K パレットの、これもワンデータトゥー、うん、一緒のメーカー、ブラックですか、うん、これはアイライナーですね、はいはい、でチークはこちらロレアルパリの、うん、これすっごいピンクなんですけど、ちょっと青紫っぽいピンクで、おーピンクですね、こういう感じになってて、でこれめっちゃショッキングピンクでしょ、うん、でもこれ濃い方がよくって、なんでかって言ったらこのさっきの LB のファンデーションってめっちゃ白いから、うんうんうん、ほんのりうっすらピンクやと反映しないんです肌に。なるほど。なので濃いめのピンクをしっかり塗ります。選んでもらった方がいいと。はい、はい、別にこれもメイクはこだわりないです、うん、色ですね、とっちゃったら、はい、で次はアイメイクと、あと上沼さんのほうれい線とか、はいはい、あのほくろとかを描くのに、うん、私はこのこちらもドンキホーテで買った、はい、プチプライスのエンジェルハートっていうアイシャドウ。プチプライスっぽい名前ですね、なんかなんとなくエンジェルハート。エンジェルハート、すみません、これはあの、はい、割れてるのがポイントなんですか。あ、これで割れてるのがポイントなわけないでしょ誰違うでしょ、両側から割れてるのはポイントではないんですか、ね、もうね、破滅5秒前みたいな。そうですね、もう破滅と言っても過言ではないじゃこれは、あ、色の色が、はい、はい、もうだいぶ年季入ってるんですけど、うん、色がたくさんあって、まあ、基本的にブラウン系なんですけど、うんうん、私が使ってるのは、この3色で、ノーズシャドウとほうれい線とほくろ描いてます。なるほど。でこの辺でアイシャドウ使ったりしてますね。はいはいはい、はい、じゃあちょっとまあブラウンの中でも浅めのやつと、うん、黒に近いような色がある方がいいっていう感じ。そうですね、だからこれも別にこだわりなくって、うんうん、ブラウン系があればいいと思います。お手持ちのやつでできそうな感じかもしれない、うん、そうそうそう、私はよりリアルにそのほうれい線とかほくろを描きたいから、ちょっとしたコントラストのやつ使ってるけど、うん、全然普通のブラウンアイシャドウ、あの一色でもいいと思います。なるほど、はい、わかりました。こちらね、割れてる、それ安いです、500円ぐらいです。お、いいですね、こんだけ入って、いろんな色がある、はいはい、それと、こちら今ちょっといいやつ使ってるんですけど、うん、ジル・スチュワートのこちらラメラメの紫だ、パープルクリームアイシャドウ、うん、上沼さん結構明るいカラーのアイシャドウされてて、うん、これは結構ね、あの発色いいので、はいはい、可愛いのでこれ使ってます。でもアイシャドウは別に何でもいいです。あ、特に色にこだわりはない、はい、ブラウン系されてる時もあるので。なるほど。それは別にあのこれが私好きやから使ってます、はいはい、で結構これもポイントです、はい、
つけまつげ出ました。はい、これは強めのやつですね。そう、でも本当はね、これはドン・キホーテとか薬局で売ってる1000円から1500円のやつなんですけど、うん、ほんまは100円均一で売ってる一番バサバサのつけまつげを本来私使ってました。はあ、はあははあ、ただなんか最近販売中止されて、ほうほう、中止されてんのかな、分からないけど、なんかあんま見ないと店頭で売ってるの見なくって、うん、このドンキとかで買ってる結構濃厚な密度のまつげ、確かにこのファービーのようなね、そう、お人形さんみたいな、やっぱ強い方がいいんですかこれは。そうですね、うん、強くて長い、長い、うん、ものを使ってます。なんかこのちょっと長くて、うん、細いのがいっぱい出てるタイプとね、毛束になってるタイプってありますけど、あの最近やっぱりねナチュラル志向なので、はい、なんか細い自然なまつげに見せるみたいなのあるんですけど、うん、もう不自然なやつ選んでください。あ、もう明らかに、うん、うん、あのモノマネってねデフォルメなので、はいはいはい、もう派手マティなものを選んでください。派手マティなもの、派手マティ通りで、派手マティ優先でじゃあ皆さん選んでください。はい、はい、でそこの時に使うのがこちら、はい、アイラッシュグルーのり、はい、つけまつげののりですね、うんうんうん、はい、こちらも別にこだわりないです。はい、でこれはちょっとドン・キホーテとかで売ってる、うん、まあ1000円ぐらいのちょっとだけいいやつなんですけど、うん、あの100均で売ってるアイプチあるやつあるでしょ。うん、あるある。あれとかでも全然代用効くので、はあはあ、全然あれでもいいです。なるほど。ただこっちの方が持ちはいいので、うん、私は これを使ってます。はい、もともと100均使ってました。なるほど。はい、そして、はい、これも結構メイクのポイントですね、うんうんうん、口紅。はい、口紅はレブロンの真っ赤っか、うわ、赤いシンクを使っております。はい、はい、これは別にメーカーは何でもいいんですけど、うん、はい、一番赤い、そうね、ちょっとマットテイストな赤の方がいいかな。うん、なるほど、なるほど。あのルージュの、はいはいはい、ツヤっとタイプよりも、そうそう、グロッシータイプよりも、はいはい、こういうマットなタイプの赤。結構もうあのお母さんが持ってるタイプの、そう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 、元祖口紅みたいな、 PTA 会長みたいな赤で、はい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 、お願いします。いいですね。これなんでマットがいいかっていうと、うん、あのモノマネメイクなのでちょっと口からはみ出して塗ることがあるので、うんうんうん、なのでこのグロッシーやと肩が行きにくいので、確かにね、マットでこうお絵描きするような感じで、輪郭を作れるぐらいのっていう、そうそう、クレヨンみたいな感じでね、はいはい、はい、こちらも別にブランドこだわりないです。はい、はい、であと髪の毛がヘアアイロン、うん、はい、この巻くタイプのね、ストレートアイロンじゃなくて、はいはい、巻けるタイプのアイロン、はい、はい、これ私いつもね、あのまつげをつけるタイミングで熱上げます。あ、なるほど、スイッチオンします。タイミングも後ほど言っていきます。はい、はい、準備物はこれぐらいです。はい、はい、メイクに入っていきたいと思います。はい、やっぱり大すっぴんですからね、はい、今、はい、ちょっとねドロドロなのでこの時間をできるだけ短くしたいと思っております。手早くね、はい、先ほどの下地になります。はい、お願いします。 LB でございます。 LB の、ね、明るいライトオークルの、なかなか明るい色だな。はい、はい、結構たっぷりめにですかこれは。まあそうですね、いつも通りぐらいでいいんでしょうか。いつもよりちょっと多めぐらいで、うんうんうん、全体の肌ムラがなくなるように、うん、明るい色で伸ばしていきます。はい、明るい明るい、まあね、まあ、できたらスポンジとか、うん、パフみたいなのがあった方が綺麗に本当は伸びるかも。あ、私ちょっとあの邪魔くさがりの面倒くさがり屋さんなんで、はい、コテテで広げちゃってますけどなんか言葉遣いがいちいちちょっと感じされたりです。おててで、おててで、あ、おててでね、フリーハンドでね、そうそう、スポンジでね、うん、結構やっぱ白いです。そう、下地だけで結構ね、うん、白くなるんですよ。白いな。あ、いい。これでベースはまず整えていきます。整えていくと、そう、広がって広げて広げて、はいはいはい。でこれ結構白いの手につくので、うん、ファンデーション塗るときとか、ね、確かにね、うん、おしぼりというか、はい、あの手拭くやつ、うん、置いといた方がいいかも。ティッシュでもいいんですけど。なるほどね。ウェットティッシュとかメイク落としは私よく使ったりするんですけど、あ、メイク落とし1枚取っといて。なるほど。これ首のラインはどうなんですか大体。あのね、首の辺は本当のメイクやったらちょっと伸ばすんですけど、うん、確かにね、モノマネメイクなので、うん、首と顔が明らかに色違うよっていうのが、うん、ちょっと見せたいというか。なるほど。デフォルメなので、あくまで、はいはいはい、なのでこの顎の下以降は塗らないです。なるほど、はい、ちょっとまあこの辺で止めると、さあお顔で止めときます。いいですね、はい、なるほど。さあ続いて、はい、オーベースの来ました LB 白いの、あ、映ってます。あ、ほんとや、
え、嬉しい嬉しいやないのよ。これは白いですね、色が見るからに。白いですよ、はい、でこれはもう、うん、もったいぶらずにがっつりとって。お、なるほど、はい、うん、あ、白い、流していきます。はい、これ結構普段のメイクとかやったら、うん、このスポンジに半分だけファンデーションを取って半分の顔に伸ばしていってくださいとか言うんですけど、うんうんうん、もうね、半分と言わずにね、うん、全面取ってください。全面で、しかもかけ何回ぐらいやってるんですか、これは。これね、4、5往復ぐらいしてると思う。あ、結構してるな、うん、ほんで5往復して、うん、なんか目が慣れてきて不安になって、竹内私今日白いそうですね、やってもらっていいですか。これ結構ね、毎回ね、竹内にね聞いてるんですよ、うん、今日私白いちゃんとって毎回ね、きっちり白いの安心してほしい。もうね、目が慣れてきて、ね、白くないんじゃないかってもしかしたら私今そう、あ、今半分これで大体、うんうん、いやでもこれ完成じゃないんですけど、うんうんうん、半分もね、うん、大体これが8.5 割完成の半分の白身です、うんうんうん、まだいくと。そう、一旦これで反対側も塗ってから全体をもう一回整えるんですけど。あ、そうなんですか。そう、ちょっとこうバランス的に全体塗ってからという、うん、なんていうのかな、こう均一にするためにもう一回最後上から、うん、なるほどね、塗るんですけど、全体側も同じ感じで。これこんだけ塗るとやっぱ、うん、ちょっとあれですかね、肌に負担というか、なんかね、こう塗ること自体には負担じゃないと思うねんけど、この化粧品別にいいやつ、まあね、いいやつやから、うんうんうん、肌荒れとかはないけど、うんうん、ただこうやっていっぱいこすることによって、うんうんうん、摩擦によってやっぱ肌に結構ダメージがあるんちゃうかなっていう。なるほど、じゃあちょっとこれをやった日は、うん、ケアちょっと手厚めにした方がいいかもしれないですね。そうですね、メイク落とししっかりやって、うんうん、化粧品自体は確かにね、普通のやつやもんね、うん、そうそう、今両方だいたい左右一緒ぐらい塗ったところを確認してから、うん、もう一回全体に、うん、なるほど、合わせていくというか、はあはあ、そうそう、こんな感じです。はい、伝わるかな、白いのベースが白くなりましたね、はい、私と比べたらだいぶ白いです、はいはい、不安になる。あ、白いです、よかった、白いです、かなり、はい、これで下地完成です。完成、はい、しました。さあ続いては、うん、私眉毛から描きます。お、眉毛はちょっとね、あの上沼さんつり上がったメイクをされてますので、うん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 、ちょっとつり気味に描きます。もともとちょっとだけベースの眉毛がつり気味なのでそんなに変わらないっちゃ変わらないんですが、うんうんうん、細くてつってる眉毛なので少しそういう感じで描きます。とこう上げていくという。そうそうそう、上げてちょっと下ろすんですかね。うん、うん、はいはいはい。まあでもね、これ前髪で結局ちょっと隠れちゃうので、そんなに神経質にならなくていいかなって思って。うんうんうん、なるほど。で、この空白空いてるところはさっきのアイシャドウで補います。うん、はい、やった方がいいんですか。メイクした音か。やっぱりちょっとだけね、やばいと思うんです。なるほど、ちょっと顔を作りながら、イメージして描いていくという。どうするという。これでもたまにね、あの私ますみさんに似てるんで、うん、やったら似ると思うんですよみたいな声いただきますもんね、結構ね。たまにね言われますね。ほんまに一回試してほしいな。やって、うん、やって一回やってみて、やってみて。さあそれでは今眉毛が描き終わったので、だいぶ、はい、釣り上がりました、はいはい、ほうれい線、うん、はい、来ました。モノマネの醍醐味デフォルメ、はい、ほうれい線を立たせていただきます、うん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 、これさっきのやつのブラウンを私はちょっと3色適当に、あ、ブレンドして、そう。で、もともと自分にあるほうれい線ってあるので、うん、そこに沿って描きます。なのでちょっとこうほうれい線が出やすいように、はいはい、こうちょっと笑うというかセッティングしてね、うん、こうして自分のほうれい線が目立つ感じで描きます、うんうんうん、くっきりするような感じで。普段のメイクではね、やっぱりもう隠す方向で話進みますけども、この時ばっかりは、うん、でこの時ね、鼻際にするからどうしても慣れてない時って鼻のとこにペチャって黒についちゃうんで、うん、それは気をつけてください。 あんまりこの際につかないように。そう、はい、あ、結構この口の横ぐらいまで引くんですね、うん、口の下までいきます、はい。
で同じように反対側も。で、顎下に。あ、ちょっとこう。多分ね、唇が大きいのか、ちょっとここによく影ができたので。なるほど、なるほど。ここに少し。演出は、はいはい、であとね、今私全然今太ってるので、うん、二重顎あるんですけど、うん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 、あ、ちょっと補強ですか、はい、デフォルメ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 、親指が映ってるよね、これデフォルメデフォルメで映ってる親指がなるほど、なるほど、はい、あ、ちょっと補強して、あー、できた、できた、できた、線、はい、線形はね、シャドウがね、はい、つきました。そして上沼さん、ここにほくろがあるので、はい、それをさっき眉毛で使った、うん、アイブロウというか、はい、アイブロウですかね、うん、これで描きます。やっぱりその白のファンデの上からいつもほくろ描いてるから、うん、筆先がコテコテなんですねそうなの、筆先が筆先がね、修正ペンを染み込ましたごとくね、白くなんのよ、結構大きめに、大きめにデフォルメです、はいはい、そして、うん、ちょっと前まで私茶色一色で描いてたんですけど、はい、上沼さんやっぱりこのほくろの上にファンデーション塗ってはるからちょっと白っぽいんですよ白茶色いというか、はいはい、茶色いねんけど上に白のっけてるからっていうので、ちょっとこのなんか、はい、ベージュみたいなアイシャドウあるんで、それと茶色混ぜます、はい、あ、そういったこだわりが、うん、で、ここの穴を埋めていきます、はいはいはい、リアルなね、そう、これなんで囲ってるかって言ったら、ちょっとね、ちょっとだけの立体になってはるんですよ、はいはいはい、だから立体に見えるようにさっきのアイブロウで囲ってます、はい、立体を演出してるんですか、そうですよ。で、最後の大物線、はい、ここのノーズシャドウを入れたいと思います、あ、ここが大事ですか、はい、はい、でこれもさっきの茶色系をバッとブレンドして、うん、一色でももちろんいいんですけど、うん、一色やとどうしてもね、なんかその色になっ、その茶色が全面出ちゃうので、うん、ちょっとナチュラルにして、ナチュラルではないけどちょっと茶色を混ぜるとリアリティが、そうそうそう、うん、はい、でこの眉毛の眉頭から、はい、から鼻頭の結構先端ぐらいまでギュッともういきます、もう一気に、これもね、失敗したら難儀なんですよ、これがむずいかもね、うん、おー、なるほど、眉毛のところとこうグーッと色合わせつつ、はい、鼻筋通って、なるほどなるほどなるほど、鼻の頭ぐらいまでこのシュッとそう駆け抜ける感じで、そう、ここをなじませてね、うん、はい、ここつながらす感じで、はいはいはい、これ反対も、これでだいぶちょっと変わりますね、ちゃうでしょやっぱり、うん、平べったいんですよこれ塗ってないと、うんうん、顔が白いからで余計ね、余計立体感出ました、同じように左右、これあの指の腹にいつも取ってます、うん、取ってね、はい、でこの眉頭から鼻から、なんかね、これあーできてきた、素晴らしい、でこうやって汚れるのでね、はい、さっきの拭いていって、はい、上とティッシュで拭きます、はい、はい、さあ次は、さあ次はアイライン出ました、はい、これもアイラインを引きます、これ一重の人は二重にした方がいいのかな、うん、一重の人、うん、極力、いや、いらんと思う、結局つけまつげつけるから、あー、なるほどね、うん、はいはいはい、はい、つけまつげも目に沿ってというよりかは、うん、こう目から離してまぶたにつけるので、うん、一重の人も意外といけるんかも、なるほどなるほど、うん、特にやる必要ない、アイライン描いていきます、はい、お願いします、ちょっと皆さんに顔を見ながらします、これはもう普通に、うん、もうざっくりちょっと太めですね、太め、二重の人は二重幅埋まるぐらい、ほう、目尻はそんなにはみ出さない、はい、少しはみ出す程度、ちょっとはみ出す、うん、はい、この目尻のはみ出てるところから、うん、涙袋の少し内側、うん、目の輪郭から少し離して、うん、上沼さん結構まん丸いお目目してはって、確かにちょっとこのオーバー目にアイライン引いてはるので、うん、はい、ちょっとオーバー目に描きます、
はいはい、遠くから見たらこのアイラインが目に見えるというか。確かにね、うん、オーバーに、間空いてる部分はもう埋めなくていいってことですね。埋めなくていいです。そのままってことですよね。このままで。はい、はい、できました。目が。そしてアイシャドウ。はい。アイシャドウはもう何でもいいですが、このアイラインの上、まぶたに、色が出る感じで、ちょっと華やかになるので、アイシャドウは塗った方がいいかなと思います。なるほど。塗らないよりは。これの前は何使ってましたっけ？この前はね、私このさっきのアイシャドウの、これの深い紫使ってたんですよ。これね、その副解説いるからもう毎回はい、今じゃあ拭いてください、はい、ではチーク塗っていきます。はい、こちらハケで取ってで、上沼さんこのね、これなんて言うんやった、こみあげ？こみか、こみあ、こみあげ、何かがこみあげてるよね、あなた、もみあげとこみかみが混じって、こみあげ、こみあげから、まあでももみあげとこみかみの間なんで、こみあげ、こみあげですね、いいですか？こみあげから、今回こみあげから、大丈夫です大丈夫です、こみあげから、こみあげの部分から、はい。スタートします。はいはいはい、さっさっさと、うん、結構ね、あのお年目した方というか、あの大御所の方ってこの辺にチーク入れるんですよ。なるほどね。若い子って目の真下とか、そうそう、ね、頬骨の高いところ入れるんですよ。こうすることでなんかちょっとねゴージャス感が出るのか。へえ、ほっぺたにかけてこう斜めに入れる、そうそうそう、これも結構まあちゃんと強めに入れる感じですかね、はい、割とピンクな、こっちもはい、こんな感じでチークはこみ上げから、はい、こみ上げからほっぺたに、こみ上げからほっぺたにかけて斜めに入れております。はい、はい、さあそれでは、はい、クライマックスに近づいてきてますが、うんうんうん、ここでヘアアイロンの電源入れます。お、今温めるとちょうどそういいということで、それでまつげを、はい、さっきの、ね、聞きました、ドーリーなまつげを、はい、まつげのこのここね、ここに塗ります。でこれもあんまりいっぱい塗りすぎたら、乾くの遅いからつくのも遅くなるし、で塗るのをちょっとケチって、ちょっとしか塗らへんかったら塗らへんで途中で外れたりする。確かにね、これ重いですからね。そう、めっちゃ重たいのよこれ、ちょっとちゃんと目につけた方がいいかな。そう、この内側、まつげの、内側と外側にグッとしっかりつけて、はい、はい、でこのつけまつげも、この長い方と短い方ってあるんですよ実は。はいはいはい、そう、これで言ったらこっち側が短い方、こっち側が長い方なので長い方を目尻にします。はい、長い方目尻ね。でこうまつげをちょっと屈曲させて目の形に合わせておいた方が貼り付けやすい、と思います。でちょっとアイラインの、アイラインのもう上、はいはい、外側ね、外側ぐらいに、もう言ったらこの目のまつげ生えてるとこからは1センチ弱ぐらい離れてるんですけど、なるほど、確かに、ほら、はいはいはい、もう全然ちゃうでしょ、私今こっち右目もしっかり開いてるんですけど、全然開きが違うというか、から出た。で、ね、ちょっと離すことで外す時もそのまつげ抜けたりもしないですし、さあそれでは口紅を来ました、最後に、これは買いよ。口紅はもう、ね、一番最後は私は仕上げやと思ってます。はい、口紅まずは普通に自分の輪郭に塗ってみます。はい、まずは普通に塗る。これ今だいたい自分の輪郭ぐらいなんですけど、はい、で上沼さんって
上の唇が少し分厚くって、うんうんうん、でなんていうのかな、このあんまり山がないんです、口の、私めっちゃ口に山あるんですけど、はいはい、こうなってた富士山的な、でこれ、ね、私またこの特に横があんまりないんですよ、ここ、うんうん、そうやね、ここはあんまないねんけど、うん、ここをふっくらさせたいのでちょっと足します。なるほど、なるほど、これはだからおのおのの唇の形から補強するという形ですね、うん、そう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 、うん、上唇が大きい方、上唇大きい方はもうそのままでいいかもしれない、うんうんうん、これ下唇でっかい方がむずいんかな、ちょっと浅めに塗った方がいいかな、あんまりでかい人はたらこ唇っていう感じではないので、うん、私下は別に普通で、亀の技もこれぐらいなんで、うんうんうん、上だけ盛ります。なるほど、それちょっとおのおので、はい、で私今これ口紅で直接形描くんですけど、うん、あの口紅専用のハケってあるじゃないですか、あるある、あれでやった方が綺麗になります。なるほどね、なので今これ結構割と使って3回目ぐらいの新品なので、うんうんうん、この角があるので、うんうんうん、しっかり綺麗に描けるけど、うん、もうね半分ぐらい使ってきたら平べったくなるので、その時はハケ使ってかたどります、うん、なるほど、今はこのままいきます。顔ごといくすって顔ごといこう持ってかれんだよ、あ顔ごといってる、あ結構外まで、うん、袋スレスレぐらいまで、うんうんうん、でこれ反対も一緒、えらいもんでも唇を薄く描いてたら違うな、似てるとか変わってくる、口で全然変わるでしょ、うん、結構サイドはみ出して描いてる、ね、サイドは決めに、ってなった、ここは今山がしっかりできちゃってるんで、うんうんうん、これだとドラッグクイーンみたいな感じの、うん、確かにねあれグランディーバーやだーみたいになっちゃうんでなっちゃうんでね、お原稿ってなっちゃうんで一丁目二丁目ってなっちゃうんで加藤さんやねそれ、加藤さんやね、でここの間も、うん、これで埋めます、埋める、はい、これ埋めるのが結構むずくて、意外と、ね、意外と、うん、はい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 、来ました、来ました、ここはまっすぐになりたいんですよ、なるほどね、はみ出して、このはみ出して描いたところってファンデーション塗ってるから、うん、ちょっと色味が出にくいので、ちょっと唇よりも多めに強め塗った方が色出やすいかな、うん、なるほど、あ、顔が完成してきましたね、はい、これで顔完成でございます、はい、でもアイロンが温まったので、はい、まず適当に髪の毛取って、外はめに強めに、うん、もうこの髪の毛の下あたりだけを強めにグッと外巻きします、はいはいはい、強いですね、なんかね最近はナチュラルに巻いてる人が多いんですけど、うんうん、モノマネメイクなので強めに、うん、しっかりグッと外骨、うん、でこれをもう一回同じように下だけ外骨に強めに巻きます、グッと、はいはいはい、で外骨こっちだいぶ外に跳ねてます、はい、このちょっと上の毛をうっすらすくって、うんうんうん、そうすらすくってここも、あ、なるほど、外羽ちょっと上の方も、うん、ちょっとだけ上の方、うん、こんな感じ、はい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 、はい、ちょっと段ができる、できてますね、ボリュームができるので、うん、2段階で外羽して、はい、こっちも一緒、はい、こっち横の半分ぐらいを、半分ぐらい前を取って、うんうん、しっかり、
でこれ結構強めに巻いてるので、うん、長時間このメイクでいようと思わなければワックスとかしなくていいと思います、うん、結構キーピング力あるので強めに巻いてるから、はい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 、もしもちょっと1日がかりだったらそうそうそうワックスなどで固める、1日ね、だから、まあ、外行かれるとかやったら、はい、ワックスとかスプレーとかで固めたらいいと思うんですけど、もう別にちょっと 1,2 時間するんやったら全然崩れないと思うので、うん、はい、そのままで、そうですね、で外行く上もちょっとだけ取って、はい、朝パラのロケが入ってなければもうワックスはしなくていいってことですね。朝パラの1日東京ロケが入ってなかったら、入ってなければね、結構現場主義じゃなければね、はい、はい、大丈夫でございます。こんな感じで、はい、だいぶカールが強くなりました。外反しました、はい、では次これだとねちょっとね若者風のヘアスタイルになっちゃうので、うん、前髪もまだ何もしてないですし、はい、なのでここの横をちょっと上げたいと思います、うん、ゴージャスに、はいはいはい、セレブリティな感じにしたいので、うん、もう耳のとこからがっつりと取ります。ここ、はい、がっつり取ってで大きく大きく挟みます、うん、で外巻き、おお、なるほどね、まあ、がっつり、はい、結構上の方から、そう、耳の横の毛もがっつり取ってそのまま外巻き、うん、そしたらもう一気にサイドのボリュームが、はいはいはい、なんかね、そう、グッと上がりましたね、グッと上がりました、はいはいはい、でこれもう一段階、うん、上にもやります。今さっき耳元から撮ったんですけど、はい、次眉毛のあたりの上の部分を、はい、さっきと一緒にさらに一巻きする、はい、外巻きにいきます、うん、これも結構強めにしっかり入れていただいて、はい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 、上がりました、グッと、はい、全然違う、グッとサイズ上がりました、印象が違います、ね、でこれね外跳ねをやっぱり最初にやっとかないと、うん、ここの上山さん結構ね頭三角形なんですよ、確かにね、なのでここのボリュームが欲しいのでまず最初に巻いてます、うん、うん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 、なるほど、でちょっとトップのボリュームが欲しいなという場合はてっぺん取って、はい、軽く軽くあ、なるほどね、してあげると、はい、よりこうゴージャスな感じというか、うんうんうん、になります、ね、確かにね、で同じように右側も、はい、こみ上げの部分を取っていただいてこれこみ上げなんですか、こみ上げ、うん、この時ね耳やけどしないように気をつけてください、あ、あるの、手がねジュンとなることが当たることありますので気をつけて、グッと強めに、めちゃめちゃ熱いからね200度当たって、いや怖いよ、この時もグッとやりすぎて頭皮熱ってめっちゃなるんで、あー、それもね、やけどするから、確かに強く巻こうとしたがゆえのね、そうそう、で同じようにこっちも半分、うん、はい、上を縦に取って、ね、グッと外巻き、うん、これまあポイントさえ押さえてればね、うん、あの巻く技術はそんなになくても、うん、なんかゆる巻きとかの方が絶対難しいんですよ、うん、ギュッギュッギュッってやってるだけやから、確かにね、そんなには難しくない、難易度的には、うん、やけどだけ気をつけて、やけどだけね、はい、うん、あーできてきたできてきた、はい、はい、であと前髪ですね、はい、確かに前髪がね、前髪も少しカールされてるので、はい、まず全体、はい、取りまして、全体前髪取って、うん、全体を挟みます、はい、でもはいはい、お母さんがやるタイプのね、はい、このでこれは、はい、ギュッとやらなくても、はい、今みたいに巻いてスルンと外したら、うん、もう前髪って髪の毛他よりは量少ないので、うんうん、すぐに形つくので、はい、一巻きだけで、はい、よくって、でさらに今これだけだとちょっとだけ幼い印象になると思うので、パッツンみたいな印象になっちゃう、うん、これを、はい、上ちょっとだけ上、はあ、上の髪を取って、浅瀬の髪を取って、はい、はい、ちょっと上の方を、はい、もう一回、もう一回巻くと、もう一回巻いて、はい、はあ、はあ、そうすると二段階にするんですか、二段階に、はい、そうするとなんかちょっとゴージャス感が出るという、確かにね、でちょっとだけ眉毛のあたりで分けていただいたらもう、うん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 、ああ
できてきましたよこれで、まあ、キープしたい場合はスプレーなり、はい、ワックスなりつけるとできた。できました。できました。メイクとヘアセットは完成ですかね。完成です。完成。はい、あとピアスは、はい、結構大ぶりな玉のやつをよくつけてらっしゃるので。確かにね、ちょっと揺れる感じのイメージのやつされてますね。そうそう。なので、はい、私は今これをつけてます。はい、でこれ服装なんですけど、うん、どれが一番、まあ黒ワンピにジャケットが一番簡単かな。うん、ジャケット私が今着てるのは黒の、はい、半袖のワンピースに、いいね、これね、こちら、ツイードの赤と黒のチェックみたいなね、はい、うん、こちらのコサージュ付きのジャケットを着てるんですけど、はい、上沼さんでも結構いろんな色のジャケットを着られるの で、 そうです、ね、何色っていうイメージは特にないですね、うん、黄色も着てらっしゃるし青も着てらっしゃるし、で最近やったら真っ黒だから、ほんまに別に、うん、これ今私半袖ですけど、はい、最近は黒の長袖のワンピースゆるっとした、はいはい、別になんか大きいダイヤのペンダントつけてらっしゃるだけなので、ね、うんうんうん、それでもいいと思います。ラケットコサージュは一番硬いかもね。そうね、確実に上沼さんっぽいっていう。そうそう。で黒タイツに、はい、パンプスかな、はい、パンプスかな、ハイヒールを履いております、はい、でもパンプスハイヒールも別に色をね、うん、別にいろんな履いてはるので服装と合ってればっていう感じでしょうかね。はい、はい、完成でございます。でしょうか。ちょっとね、皆さんにお会いしてほしいですね、上沼さんね。そうですね。今年のハロウィン一緒に行きませんか。あ、いいですね。いや、ちょっと雨村が上沼さんで溢れ返ったらいいなと私は思ってるんですけどね。私やっぱユニバに行きたいな。あ、ユニバに行きたいですか。ハロウィンナイトはチャッキー行こうよ。行こうよみんな。